ルがいた。キャンピングカー。皆様こんにちは。ビビリの家族が行くキャンピングカー生活の小宮です。暑い夏が終わりを告げようとしております。北海道で過ごした夏の車中泊旅はほぼ DIY に明け暮れる日々でございました。エコフローのパワーシステム装着により我が家の電気システムは大幅な飛躍を遂げました。そしてかねてより懸念していたこの壁紙問題、思い腰を上げやっと着手しました。壁紙を剥がしながらふと考えてました。なんか他にいい方法ないかなというところ、また壁紙貼るのもちょっと楽しみが減る。そこでホームセンターをいろいろ物色しているとこのハバキという素材に出会ったわけです。実はこれ誰しも馴染みあるものでして、壁と床の隙間を埋めるためについているあの部材でございます。1本買ってきていろいろ加工してみました。するとですね、カットもしやすいし、あと削りやすい、つまり造形しやすいので、これはもしかしてもってこいなんじゃないかということで、コメリさんですね、ホームセンターで4メーターのものを約12本購入してきました。なんと1本498円という非常に安価なものでして、合計5976円で出来上がったベッドルームがこちらでございます。いかがでしょうか。個人的には非常に気に入った仕上がりになりました。木の温かみに加えて高級感が増したような感じでございます。壁紙問題からの脱却、これは嬉しい仕上がりでございました。そしてもう一つ、ベッドサイドに読書灯をつけました。3990円 Amazon で購入したものなんですけども、360度回転式マグネット式になっております。しかもタッチパネルで調光も可能のアイテム、これかなり優れものだと思いました。 USB-C で充電ができて、一度充電すると 2,3 日は優に持つ、おすすめの車中泊アイテムです。そしてもう一つが、やっぱりかねてよりずっと目標にしていたシアタールームの設立。なかなか高いスクリーンが買えなかった中で、見つけました。こちら重さ3キロありますが、かなり質のいいスクリーンだと思います。金具に引っ掛けるような形にして落ちた時の安全フックを取り付けました。取り外し可能にして外でも使えるようにしました。こちらのスクリーン遮光性が抜群なんですね。なので昼ブラインドを閉めてもパーフェクトに映画を見ることが可能になります。雨の日はこれで家族で映画鑑賞なんていうのもいいんじゃないでしょうか。プロジェクターの方はスタンドなどにつけると非常に面倒なので、こちらのですねマウント集にワンタッチでつけれるようにしました。こちらのマウント集安価なんですけども、カメラ用のものなんですね。角度調整の締め付けが非常に優秀なので、重いプロジェクターでもしっかり角度をつけることができます。そして最後、間接照明、とうとうビビリの家族ムーディースタイルに進出させていただきます。テープライト、今は非常に安価で購入できるようになっております。この調光付きで2500円程度、先ほどの葉巻ですね、余ったものの裏に貼り付け、少し加工したものを衣装ダンスの下に打ち付けました。これにより我が家の夜は少し違った雰囲気を演出することが可能になりました。今まで暗かったリビングの足元もこのテープライトのおかげで優しい光に包まれることになりました。ということで2詰めを開始、3度目となる本州の旅。今回の旅はいろいろと行きたい場所、そしてやるべきことが決まっております。高鳴る鼓動と緊張感、明日の船に乗船するため一気に函館へ向かう最中、それは起きました。下だよね。タイヤのボルト折れてる。タイヤのボルトが折れてる。じゃあどうすんの。ハンバーガー屋さん行けないの。パパ今日行けないね。ここにボルトが3つあったの本当は、こうやって、だけどこれが全部折れてて。折れてたの見たの。いやもうなくなってるでしょ。だって
これが3つついてたの本当は、うん、でこの3つでなんとか止まってたんだけど、でもこれもグラグラなんだよね。でも神様が守ってくれてるね。いやでも西君がこれに気づけてよかったよ。これで壊れてたら完璧な生活が終わりだった。タイヤ取れたら横転でしょ。いやどうなんのか想像できないけど、とりあえずやばかったよ。で保険会社ってどこだっけ。あ、すいません、ちょっと車止まっちゃってレッカーお願いしたいんですけど。修理をされたい修理工場の方はどちらかお決まりですか。全く土地勘がない場所なんでないんですよね、わかんないんですよね。修理工場の方はお客様の方でお決めいただく必要がございますので。いやどっちみち今日はやってないよな、うん、明日祭日、今日で祭日終わり。明日祭日じゃないから、なんかメッセージかな。トラブル続きだね。私はそうは思ってないけど、逆助けてもらってると思う。そうそう。いやもう本当に行きたかった。お待たせいたしました、はい、お車を引き取りに伺いましたら、レッカーではお車だけのお運びになりますので、はい、ご自身でのご移動になりますが、どうしようかこれから。あ、でもここに JR の駅がすぐあるわ。うん、JR で函館行っちゃおうか。衝撃的でした。キャンピングカーのハウボート、よく折れると聞いてましたが、本当に折れました。最悪を想像すると、今でも震えが止まりません。この時、僕らが緊急退避したのは、落としべという町の国道5号線沿いにあるセブンイレブンの駐車場でした。一番近い町は八雲町という場所で、距離約20キロの位置、そして目指していた函館までは約60キロの位置でございました。この時保険会社を通して状況が2点3点していきます。まずここに土地勘のない僕は整備会社、60キロ先にある函館の正規ディーラー、いすゞ自動車を指定しました。レッカーの後を追い、僕らは函館に電車で移動し、ホテルかどっかに泊まる予定でしたが、なんと終電が7時半ということが判明。レッカーが来るまで約90分ということで、この時は6時半を過ぎていました。さらに函館のいすゞ自動車は祝日のため定休日でございます。よってロデオは函館のレッカー保管所で一晩を過ごし、明朝いすゞへ持っていくということになったのですが、その後保険会社からまた連絡が入り、保管所は函館と逆方向の八雲町になり、さらに翌日函館のいすゞへの輸送は確約が不可能という話になりました。よって僕は保険会社に対してレッカー会社の変更依頼をかけるわけですが、変更する場合は自分で探さなくてはいけないということを伝えられるわけです。祝日のこの時間帯、しかも特殊車両のキャンピングカーということもあり、なかなかレッカー会社が決まりませんでした。諦め八雲の滞在を考えましたが、なんと宿もこの時見つからない。そんな時、一つの情報が僕の目に飛び込んできます。豊か自動車整備工場。地図を見ていると、ふと僕の目に留まったわけです。祝日のこの時間、もちろん電話が出るわけがないと思ってかけてみると、なんとこの時社長さんが電話に出てくれたわけです。そして状況を話すると、大変だったねと言って、僕たちのために全力を尽くしてくれたわけです。まず良心的なレッカー会社を教えていただきました。そしてこれから祝日のこの時間にもかかわらず工場を開けて待っていてくれるというんです。そしてその工場で今日は車中泊していいよと言っていただきました。めっちゃいい人だ。どうしたの？いすゞ？いや違う人。なんとなくここいいかなと思って電話したとこだったんだけど。ああすいません、ありがとうございます。はい、移動仕方今考えてあげるか、ちょっと待って。本当によかった、人に恵まれてるわ。そうだね。はーい、すいません、ありがとうございます。お願いします。気付けていてください。ちょっと雨の強いとこもありますから。あ、そうですか、うん、もう動物とかやっぱり出てくるからさ。あ、そうですか、ね、くれぐれも気をつけてて。すいませんね、鹿やっぱり出てくるからさ。多いですか、うん、あ、じゃあすいませんね、よろしくお願いします。はい、まず気をつけて。はい、うん、
したくなくなってきた、すごく。私たちのこと何も知らな、知らないわけだし。ありがたいね。返さないとこういう恩を。ありがとうございます。あ、ご苦労様でした。大変だったね。すいません、お休み中に。トイレは？トイレは、まあ、まあ、適当に。あ、はい、そしたらね、ここは事務所開けとくから。いやいや、本当ですか？うん、ここトイレですか？あ、いいんですか？申し訳ないです。ありがとうございます。そしたら、ゆっくり休んで。はい。諦めなさい。あ、ダメ。札幌、はい、平成5連車はないです。あ、そうですか。後ろは全部置いてない。あ、そうですか。明日じゃ、明日できる。うん、明日ですね。午前中に物資が入ってくるって言ってました。あ、そうですか。諦めなさい。別の会社に乗るとか言ってて。それが一番。この辺もあってね。そうですね。夜はここ戻す。戻っておいて。あ、そうですか。この中で寝なさい。電車とか。こんにゃんいたよ。こんにゃん。君の名前は？治ってます。治ったよ、みんな。パパ、やった。うわ、すっげえ綺麗。じゃあね、はい、いい？また来るんだよ、ね、待ってるからね。ありがとうございます。その人の声聞いてると、わ、困ってんだなとか、本当に困ってる時に、それが自分に関わる、自分と関われる時に、困った時に関わってやれるんだ。人間関係ってさ、そういうところからつながっていくんじゃないかと思うんですよ。さっきよりも入力が上がってきてます。